あ、出た。沼沼。沼沼。ここ割とリスポン読みやすくて俺は好いきだや、と思う。そう、ここのマップ俺も好き。ねあ、天皇陛下万歳ってことだわ。天皇陛下万歳。Domination! Hold the objective! 貴様は強くない。Time to fight like you mean it! Capturing Charlie! あ。あ、そう、キャンペーンにもね、日本兵いたよ。あ、いたんだ。いたし、日本語がまともなんだよ。びっくりなのが。まともなんだよ。え、そう、まともなんだよ。日本兵がさ、何気なく交わしてる会話とかもさ、まともなんだよ。まともなんだよ。変な日本語がなかったの残念だな。あ、死ん。あのここね、シーデスで前遊んだんだけども、洞窟の中に追いやられて、誰も外出られなくなった。誰も外出られなくなった。B 取られちゃったな。A 回る方がいいと思うんだけど、二人 C 旗の方の洞窟に持ってるぞ敵。あ、ちょっと俺その C 方面だけちょっと不満だな。 C 方面だけ不満だ。重則、重重プレイヤブルキャラクターに重則がいるのは知ってるよね。あ、知ってる。それだけなんだけど。なんで？とりあえず A ポン C な。でも早くシゲノリアンロックしてシゲノリ育てたいな。シゲノリのアンロックはじゃあのとどめの一撃25回。ええ。背中から近接やんねん。めんどくさい。上かき様。車線が多いな。あ、B 取れてる。俺も早くシゲシ使いたいな。たださ、兵士も同じのしばらく使ってレベル上げないとかコスチュームが増えないよね。あ、そうだね、コスチュームはシゲの育成ゲーム。フレンドリー、センディングアグライドボム。シゲノリを育てて一人前のマゲをつけるんだ。ライオフシールドがあるんだから刀とかあってもいいと思うんだけどね。シールドあるよな。刀刀ジャパニーズソード刀とかあってもいいと思う。どうせね追加されるから。まあもう来年ぐらいになれば壊れたものたくさん増やしていくでしょう。我らが潮に。我らが潮に。さっきから誰に当たってる。死んじゃう。ああ。C 取れねえな。あとこのドアさ、うざくねえ。いや、わかる。あの片方にしか開かねえってさ、開いてもこっち側に開くもんだから開かねえって。そうなんだよね。フラッシュで誰か死んだな。チャリ取れる。ノア。よし。進めねえ。あのキャンペーンにも多分ここをモチーフにしたようなステージの話があったんだ、あったんだけど。うん。そのキャンペーンの名前がね、なんだっけな、沼沼トレイルって呼んでるよね。沼沼トレイル。よく意味がわからない。なんで沼沼とでいいの。そもそもなんでここ沼沼っていう。もうかんない。大沼とかでいいんじゃないの。せめて沼沼シンプルな沼でも。うん、進めないな。チャーリーの方が取りやすいと思うんだけど、どうだろう。わかる。後ろいる。はい、ジャンプしてんな。ジャンプしてるよ。テーマパークのアトラクションみたいな名前。テーマパークのアトラクション。
チャリゲット。あバイカーイズロスト。最近のゲームって結構グロとかね、LGBT とかあの辺の話にデリケートだから、その辺を配慮したかは知らないけど、そんなにそのなんか日本兵の残虐性がどうのこうのとかそういうのはそんなになかったね。ただ相変わらずドイツ兵は絶対悪だね。絶対悪、どうあがいても悪だ。何をしても悪いやつら、何をしても悪いやつら、かわいそうだね。だからもうキャンペーンの話も割とありきたりなんだよね。大体ロシアかアメリカが主人公だ。アメリカとか連合国側が。そういうね。そろそろね、三国同盟側がね、主でいいと思うんだけど。三国。マルチでドイツ兵出てこないですね。ああ、そうなの。何も気にしなかったけど。確かに日本人はいるけど、言われてみればドイツ兵いないかもな。いたかな。ちゃんと見てない。ちゃんと。ホスタルリコーンインディエア。ファイトザスカイ。I'll walk it off. You won't.ビー欲しいな。よしよしよし、俺も通ろう。なあ、敵 UAV 入れて。分かった、アサルトは人数が重っ。くそ、ん盛りたかった。重っ。どっちの出口がよ、増やしてほしいな。撃たないで、撃たないで。ゴッド数字って作ったらなんか荒れそう。わら、すんげえ数フラッシュ当たってるぞ。おい、ありそう。だってもう見飽きたもんね、ホットでアメリカ、ロシアあたりは。まあ散々出てるからね。散々出てるもんね。分かったからってぐらい出てるよね。分かったくない。バイカーイズロスト。ウルフェンシュタインとかはね、ドイツ兵が世界を征服したみたいな、ちょっとやりすぎな話だけど。日本がその戦争に勝ちましたみたいな、そういう仮想世界みたいなゲームは仮想世界一切発売してない。それは見たことない。どうなるんだろうね、日本買ったら。どうなるんだろうね。アメリカ人みんな曲げにされるのかな。なんじゃねえか。なんじゃ知らんけど。重則やった。存分にかかってこい重則。殺してやるから。やべえ、ここ決め打ちしてるだけで倒せる。バトルフィールドしてる一人だけ。ビーフ。あー決め打ち。ビーはもう危ない。だってもう敵全員洞窟に追いやられる。これチーデスで起きたような現象と同じことが起きてるよ。取れた。これ勝ったな。このまんまね、
洞窟に勝ったなっつどうやっておきゃいいのよ。いやちょっと漏れてる、洞窟から漏れてる。ああもう無理だよ、もうダメか。だからこれね、人数にもよると思うんだけどね、ここにこっから身動き取れなくなったらもうおしまいだよ。もうおしまいで、リスポンもなぜか反転しないしなくなったりするんだよね。まったく最悪じゃない。これに最悪だよ、この世の終わりで。後ろにね、いやー激しい。リロードする暇がない。あ、また洞窟を追いやってる。悪いやつらだな。あー持ってきてるな。漏らすな。あー見えないって。人数が多いとね、車線管理が難しいんですよ。わかる。またはめれるって、ここのことか。はめれるって分かった気がする。はめれる。ハイライト、ハイライト選ばれる条件もよく分かんないな。ねえ、今日3、4連キルとか結構してたけど、あ、これは納得だわ。まあ最後までちゃんと打つんだけど。さあ誰かな。埼玉マルチキル、まあ、埼玉マルチキル。あ、これ私だな。爆発機。最多ダッシュ回数。いや、ドミネはさ、ダッシュするゲームなんだから。ちょっと待て、最多マルチキルするのが目的じゃないだろ。あと2人。おかしいな。おあと1人。いや、時間ギリギリで足がったな。まあ、これ自分で投票してんだけど。自分で投票してる。